こんにちは、私は桃松尾難波法律事務所の、弁護士の内藤純也と申します。新型コロナで、密を避けるということで、日本国際紛争解決センターのセミナーをウェブ形式で行うこととなり、当事務所の国際仲裁をですね取り扱っている弁護士4人で、リレー形式で、今回は、訴訟についてウェブ講義をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。で、第1回はですね、私内藤純也からですね、国際仲裁における訴訟総論1と題してお話をしてまいります。この講義はシリーズで5まで続きますので、どうぞよろしくお願いいたします。なおですね、最初にお断りしておきますけれども、この講義で私が申し上げた内容というのはですね、全て私の個人的な見解でありまして、私の属する組織とは何の関係もないことであり、また私が実際に関与したりですね、関与している具体的な案件とも全く関係ございませんので、その点はご留意ください。で、パワポに行っていただいて、私のプロフィールというのが最初のページにありますので、これをご覧いただければと思います。それから次に参考文献を挙げておきました。私がしばしば参照する参考文献でして、特に一番のレッドファンドハンターの本は非常にコンパクトで分かりやすいので、洋書ですけれども購入可能だと思いますので、ご覧になるとよろしいかなと思います。次に本講義の目的ということで3点書かせていただきました。読み上げますとですね、1番として、国際仲裁における訴訟の役割とか取り扱いについて、国際標準、国際基準をですね念頭に置きつつ、放送関係者、それから法務担当者のみならず初学者の方にも分かりやすく解説をしたいと思います。第2として、できる限りですね、仲裁人、それから当社代理人、それぞれの立場に応じた実務的な知識とかですね経験を盛り込みたいと思います。第3として、訴訟がテーマですけれども、訴訟のみならず国際仲裁の全体像についてもですね、理解を深めて国際仲裁に興味を持っていただくというような講義にしたいと考えております。で、このセミナーの視聴者の方はですね、おそらく日本の弁護士の方とか法務担当者、重なっている場合も多いと思いますが、で、実際に国際仲裁についてですね関与したことがある方とかですね、学んでみたいという方だと思いますので、主としてそのような方を念頭に置いてお話をしますけれども、それだけではなくてですね、この講義は公開されますので、国際仲裁に興味を持つ一般の方とかですね、学生さんにも見ていただけるようにしたいと思っています。目的でも喋りましたけれども、できる限りですね、実務放送、私も弁護士ですので実務的な観点からですね、そういう実務上の経験を踏まえて、もちろん守秘義務は守りつつですね、具体的なお話ができればいいかなというふうに思っております。で、ここまでが前置きでして、項目としてはですね、1から8までちょっとページが分かれてしまうんですが、挙げております。1が国際仲裁における訴訟の役割、2が訴訟の収集と提出に関するルール、3が仲裁庭のプロシージャルオーダー、4が訴訟の提出、5が翻訳ですね、それから6が事実承認の陳述書、それから専門家の意見書、7仲裁地の国内手続き法の適用可能性、8最後の項目が訴訟に対するシビルローヤーとコモンローヤーの違いというような8項目を順にお話しいたします。早速まず1番、仲裁事件における訴訟の役割ということでお話をしたいと思います。で、まずですね、この講義で訴訟という場合には、記録ですね、まずいわゆる文書、これは事実証拠、ファクチュアルエビデンス、それから法律文献とか法令とか裁判例、リーガルエビデンスと言われるもの、それからですね、それだけではなくて、事実証人の陳述書、ウィットネスステートメントオブファクトウィットネス、それから専門家証人の意見書、リットンステートメントオブエクスパートウィットネス、これはエクスパートステートメントとかエクスパートリポートとかエクスパートオピニオンなどといろんな呼び方がありますけれども、こういうものを全て含むものとして訴訟というのを使います。で、訴訟といってもこれらそれぞれですね、
異なる機能を有し、性質上、異なる取り扱いを受けることもありますので、その点も意識しつつ、お話をします。で、諸省についてですね、まず申し上げたいのは、皆さんが親しみあるというと、日本における民事訴訟、事件における諸省ですが、この民事訴訟における諸省の機能とか重要性と、国際仲裁における諸省の機能とか重要性というのは、当事者が主張するですね、事実、事実でないことも、立証事項としてあるかもしれませんが、これを立証するためのですね、固定化された証拠であるという点で、その重要性は異ならないということです。とりわけいわゆる基本諸省といわれる文書、例えば、売買契約紛争であれば売買契約書、ライセンス契約の紛争であればライセンス契約書といった基本諸省、それから、コンテンポラニアスエビデンスとよく言いますが、事実発生当時の文書ですね、当時のメールとかですね、当時のレターとかですね、そういうものは、証拠、諸省として非常に重要な意味を持ちます。これに対して、事実承認の陳述書とかですね、専門家承認の意見書というのはもちろん非常に重要な証拠でありますけれども、仲裁庭から見ますと、提出する当事者に有利なバイアスがかかっている場合が、あるために、一般論としては客観性、中立性という観点からは、コンテンポラニアスエビデンスに比べると、相対的に証拠価値が低いという場合があるかもしれません。それから、国際仲裁においてですね、法令、裁判例、法律文献といった、リーガルエビデンスというものは、非常に時として重要な意味を持ちます。それはですね、紛争の対象となる例えば契約の準拠法について、仲裁庭、仲裁人がですね、必ずしも精通していない場合、そういう場合に特に重要な意味を持ちます。例えばですね、日本を仲裁地とする、仲裁で、仲裁人も日本人であったという場合、この場合に例えば契約準拠法がですね、インド法であると。で、争点はですね、インド法上の法定利息とか、インド法上の遅延損害金がどうなるかというものが争点だったとします。で、外国法がですね、事実問題なのか法律問題なのかという点については、争いがあるところだと思いますけれども、実際問題としてですね、その仲裁人がインド法に精通してないという場合には、やはり当事者の立証に、外国法ですね、インド法については当事者の立証に依拠せざるを得ないということになります。またしばしば国際仲裁ではですね、争点について専門的な知識が必要となり、当事者が提出する専門家意見書というのが重要な役割を果たします。先ほどのインド法の問題であればですね、インド法の法律の専門家、例えばインドの弁護士とかインドの法学者の法律意見が、それにあたります。それから、契約紛争等ではですね、法律の専門家承認のみならず、ビジネスの専門家承認、その意見書もしばしば提出されます。実務でですね、よく見られる専門家意見書の典型的なものはですね、損害に関するものです。損害とか損害額に関するものです。損害賠償については、多くの法律はですね、日本の方もそうなんですが、いわゆる差額説という立場を取っておりますけれども、この差額説に基づいて、バッド4の中利せば、仮に債務不履行に基づく損害賠償請求であれば、その債務不履行がなかったらどういう状況にあるかということを立証するわけですけれども、これは非常に難しいというか、専門的な知識が必要になる場合が多いということで、そのような争点についてはしばしば専門家意見書が出てくると、当事者がそれぞれ双方が出した専門家意見書の結論が相反するということもしばしばあるところです。次に、諸省の収集と提出に関するルールということで、第2項に参ります。諸省の収集についてはですね、国際仲裁においても、日本の民事訴訟と同様に、基本的には当事者が自ら収集すべきものではありますが、一定程度仲裁庭が証拠収集にも関与する、この点でも日本の民事訴訟と似ているところがあります。例えばですね、多くの国際仲裁においては、IBA 国際放送協会の Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration、 訳すと IBA 国際仲裁証拠調べ規則と訳されていますが、この規則に、
準拠するとかですね、厳密に準拠しないまでもこれを参照したりガイドラインとするということが、そういう運用が実務ではよくされています。で、特にですね、ドキュメントプロダクション、文書開示手続きとか文書提出手続きと申しますが、これについてはですね、この IBA の国際仲裁証拠調べ規則に基づいて行われるということが多くて、それによって一定程度ですね、相手側当事者から要求された文書を提出するという運用がされています。で、この点についてはですね、国際仲裁に特有な手続きですので、第3回以降の講義で詳しく説明をしたいと思います。次に訴訟の提出の時期についてお話ししますと、日本の民訴訟を見ますと、随時提出主義を修正したいわゆる適時提出主義ですね、民訴法156条が採用されていますけれども、国際仲裁においても例えばアンストラルの仲裁規則では、申し立て人がステートメント・オブ・クレーム、これはですね、ステートメント・クレームというのはいわば申し立て人の第一準備書面、第一主張書面というかなものなんですけれども、この提出に際して自らが依拠するすべての文書等の証拠をできる限り添付すべきというふうに規定しています。で、これはステートメント・オブ・ディフェンス、非申し立て人側の第一準備書面ですが、これについても同様の規定がされています。日本の仲裁機関である JCA の庄司仲裁規則を見てもですね、仲裁申し立て書には請求を根拠づける証明方法を記載することを求めていて、非申し立て人が出す答弁書についても同様の規定がされています。また訴訟の提出期限についてはですね、 JCA の庄司仲裁規則では、当社はこの規則または仲裁手が定める期間内に証拠を仲裁手に提出しなければならないと定めております。それから、同じくその JCA の庄司仲裁規則においては、仲裁手は時期に遅れた証拠申し出を却下することができるというふうに定めています。この点も我が国の民訴訟に似ております。特に国際仲裁は、事実信たる控訴審のある日本の民訴訟とは異なっていて、原則一審制ですから、余計に適時提出主義というのが大切になってくると思います。実務上はですね、追って説明する、プロシージャルタイムテーブル、審理予定表というものによって訴訟の提出時期というのが、決まってきますので、それに応じて、当社は訴訟を提出するということになっていて、訴訟はいつでも提出できるという運用はされておりません。それでは次に、第3項のプロシージャルオーダーの説明に入ります。先ほど申し上げた通りですね、訴訟の提出時期については仲裁手が定める期間内に提出するという規定が、例えば JCA の国際庄司仲裁規則にはあるんですけれども、その定める期間とはいつかというのが問題になってくるわけですが、実務的に見るとですね、仲裁手が審理手続きの序盤に定めるプロシージャルタイムテーブル、これはプロシージャルスケジュールとも言いますが、これによって訴訟の提出時期が定められることが多いというふうに言えます。で、プロシージャルオーダーについてはですね、 ICC の仲裁規則とか JCA の庄司仲裁規則等に特別の定めがあるわけではありませんけれども、実務上、多くの仲裁機関で利用されていて、仲裁手がですね、時期に応じてさまざまな手続き的な事項についてオーダーとして発令するというものです。仲裁手の命令といってもですね、仲裁手が勝手に出すということでは通常なくてですね、事前に仲裁手と当事者間において協議をして、しばしばこの協議する会合をですね、プロシージャルカンファレンスなどと言いますけれども、多くの場合は当事者がそこで合意した事項についてはそのまま規定がされて、合意ができなかった事項については仲裁手が定めるという運用がされることが多いと思います。熟達のですね、仲裁人はですね、もうプロシージャーオーダーのフォーマットを持っていて、それを両当事者に、当事者双方に示してですね、意義のある箇所のみ抽選に応じるよというような運用をする仲裁人もいます。で、訴訟との関係ではプロシージャルオーダーによって事実承認の陳述書とか
専門家の意見書を含めた書章の提出時期とかですね、書章の提出の形式方法、それから書章の言語が仲裁言語と異なる場合の、まあ、翻訳の添付の要否、さらには文書提出手続き等についても定めがされます。で、このパワーポイントでは1からですね10番までですか、プロシジャーオーダーに規定される典型的な事項を書いております。で、それぞれまあちょっと説明をしていこうと思います。1のプロシジャルタイムテーブル、審理予定表ですけれども、例えば JCA の庄司仲裁規則においては、仲裁庭が当事者との協議を経て審理手続きの予定を記した書面である審理予定表を作成するというふうに定めがあります。で、その中でですね、主張書面等の提出に合わせて書章の提出時期も定められるということが多いと思います。で、この審理予定表というのはプロシジャーオーダーの中に組み込まれることもあれば、プロシジャーオーダーと別にですね、定められる場合もあります。で、プロシジャルオーダーというのがですね、プロシジャルタイムテーブルとの関係で申し上げますが、オーダーの発出されるタイミングですけれども、このプロシジャルオーダーというのは先ほど申し上げた通り時期に応じて仲裁庭が出すものですけれども、相続的なですね、手続きの相続的な事項を定めるという、全体的なプロシジャルオーダーというのはが出る時期というのは大体決まっております。国際仲裁のですね、時系列的な順序でいきますと、まず申し立て人が、書章も合わせてですね、仲裁申し立て書リクエストフォーアビトレーションを仲裁機関に提出して、でそれを仲裁機関から非申し立て人側に通知がいきます。で、非申し立て人の方はですね、それに対してアンサー、リテンアンサー、答弁書、これにはリクエストフォーカンタークレーム、反対請求の申し立て書というのがつくのがことも多いんですけれども、これを提出するという順番になります。で、このようなですね、主張書面というか、申し立て書、答弁書の提出と並行してですね、仲裁庭が構成されます。具体的には仲裁人が選任されて仲裁庭の構成になるわけですけれども、仲裁人が1人の場合には通常は当事者が合意をして、もしくは仲裁機関が定めると思われると思いますが、仲裁人が決まってその1人で仲裁庭が構成されると。で、3人の場合ですね、仲裁人が3人の場合には当事者双方が1人ずつ仲裁人を選任して、でそのそれぞれ選ばれた2人の当事者選任の仲裁人というのが第3仲裁人、これは仲裁庭の長とかですね、プレザイディングアービトレーターとか、チェアパーソンとか、いろんな呼び名がありますけれども、この第3仲裁人を選任すると、そこで仲裁庭が構成されるという段取りになります。正確に言うとですね、仲裁機関が確認行為とするということも入ってきますけれども、そういう形で仲裁庭が構成されると。で、このようにですね、仲裁申し立て書と答弁書が提出されて、他方で仲裁庭が構成されると。で、その段階で当社から一応のですね、争点が提示され、基本的な書章も提示されていますので、そこで仲裁庭と当社が、プロシジュアルコンファレンスとかですね、プレリミナリーミーティング、といった呼ばれる主に手続きに関する会合というのを開催して、手続きに関するルール、例えば先ほど申し上げたような文書提出手続きですか、ドキュメントプロダクションの重要等の重要事項について議論し、それを仲裁庭がプロシジュアルオーダーにまとめていくということになります。若干それますが、プロシジュアルコンファレンスといいましてもですね、手続きだけについて議論しなきゃいけないということではありませんで、争点整理も一緒に行われることが多いです。ただ特に、英米法系のですね、仲裁人はこの時点で仲裁の側からですね、争点を深掘りするというようなことはあまりしないという印象はあります。他方で、日本の法律家のようにですね、場合が多いですけれども、審理の序盤から積極的に、争点整理をする場合もあります。これは仲裁人の法文化、育ってきた法文化の違いもありまして様々であります。あとはTerms of Referenceについても触れておきます。ICC のですね、仲裁規則では、仲裁申し立て書が答弁書が出て仲裁庭の構成されたタイミング
が多いんですが、Terms of Reference、付託事項書というですね、仲裁事件の基本事項と仲裁手の判断事項及び主たる争点について記載した書面を作成すると、仲裁手が作成することになっています。で、この Terms of Reference の作成は JCA の手続きでは任意となっています。で、プロシジュラルオーダーに戻りますと、1番のタイムテーブルは申し上げましたので、次に Written Submission でございますが、主張書面等と書きましたが、これは何が定められるかといいますと、主張書面等の提出回数のほか、主張書面における書章の引用方法とかですね、ナンバリングの方法、フォーマット、これは伝統的な国際仲裁のフォーマットというのは英語版のダブルサイズ、リングでバインダーを作るというのが、リングバインダーですねが、国際仲裁でのフォーマットですけれども、それに従わない場合も最近は多いかと思います。あと書面の送付先とか送付媒体等が規定されます。3番のドキュメントバンドルズですね、これは、そのナンバリングされたバインダーを当社が作成して、そこにはインデックス、証拠説明書などが付されますけれども、それを、仲裁手とか仲裁機関に送付すると、相手方当社もですね、ということです。それから4番目、トランスレーション&インタープリテーション、翻訳および通訳と書きました。仲裁の場合、仲裁言語というのが定められます。これは仲裁合意で定められていることもあれば、仲裁手が定めることもできます。で、仲裁言語以外のですね、言語で書かれた、書章については、通常仲裁言語への翻訳文をすることにが義務付けられています。ただハイブリッドと言われる方法もありますので、それは追って説明をいたします。それから尋問の際の通訳の手配等についても規定されますし、翻訳通訳費用の負担についても、プロシジュラルオーダーで規定されます。5番、 Written Statement of Fact Witness and Written Statement of Expert Witness、 事実証人の陳述書及び専門家意見書、これはこれらの書面のですね、提出方法のほか、作成者が、証人として、審問期日にですね、尋問を受ける義務を負うということが規定されます。で、次のページに行きまして、6番、 Procedures for Document Production、文書提出手続きですね、これは先ほどから申し上げている通り、プロシジュラルオーダーでも非常に詳細に規定されることが多いですけれども、国際仲裁特有の手続きに付することが多いので、改めて第3回以降に触れます。次に、7番、ヒアリング、審問でございます。審問についてはまず、審問の開催場所というのがプロシジュラルオーダーに規定されます。ただ、この時点ではですね、審問の開催場所というのは決まっていないこともありますので、その場合は追って決めるということになります。それから審問期日についてはプロシジュラルタイムテーブルで決まると定められます。それから審問のためにですね、準備する書面が、多くの場合いくつか書面がですね、あるんですけれども、これについてもプロシジュラルオーダーで定められます。これは、追って説明をいたします。それから審問の進行要領というのを定めます。通常のですね、審問の進行要領というのは、まずですね、当事者双方によるオープニングステートメント、いわば冒頭陳述ですね、尋問で立証したい事項というのを当事者が、仲裁手にプレゼンテーションするということですけれども、これは行われたり行われなかったり、事件によるんですけれども、これが行われる場合には、申し立て人のオープニングステートメント、次に非申し立て人側のオープニングステートメントがあります。で、その次にですね、証人尋問に入るということで、申し立て人側が申請した証人について主尋問、反対尋問が行われると。で、その次は非申し立て人側の申請した事実証についてまた主尋問、反対尋問で、その後はですね、今度は専門家証人、申し立て人側が申請した専門家証人の、主尋問、反対尋問、その後非申し立て人側が、申請した専門家証人の、主尋問、反対尋問という流れで進みます。で、これに適宜、
仲裁人のですね補助尋問というものがされます。まあ、適宜口を挟む仲裁人もいれば反対尋問まで終わって後に補助尋問と、まあ、最終尋問もあるかもしれませんが、いずれにせよその代理人の尋問が終わった後にですね尋問するという仲裁人もいます。このような、まあ、進行ですけれども、実際のですね尋問証人の尋問の順序とか、分刻みのタイムテーブルですね、こういうものは、審問前のプレヒアリングカンファレンスというのがしばしば行われるんですけれども、こういうところでですねお互いに当事者が話し合って、まあ、仲裁でも入れてですね話し合って定められることになります。次に8番プロシージャルマターズと書きましたが、これはまあ典型的な条項ですね。仲裁人が3人の場合ですね、便宜上プロシージャルオーダーにおいてですね仲裁庭の長が手続き事項の決定権限を付与しておくと、仲裁の長にですね手続き事項の決定権限を付与していくこともよく行われます。というのはですね3人で皆さん特に世界中に3人、おりますとですね、その意思疎通というのも、必ずしもすぐには即時にはできない可能性がありますので、こういう場合、手続き的な事項については、チェアパーソン第三仲裁人ができるという規定を置くということはよくあるかと思います。次にエクステンションオブタイム期間の延長ですが、国際仲裁では諸省の提出期限といった、まあ、期間が非常に重要になりますので、でこれにこの延長を求めるということは当事者としてはしばしばありますので、プロシジュラルタイムテーブルに、定められた期間の延長についての求め方ですね、延長の方法について規定がされます。10番 Extraneous Correspondence、 これは、直訳して当事者間の交信と書きましたけれども、当事者間の交信についてはですねこれを仲裁庭に、移しを送るかどうかというのがしばしば、まあ、問題になるというかしばしばそういうことがありましてですね、特に、文書提出手続きにおいて作成されるレッドファンスケジュール、これはまあ第3回以降に詳しい説明があると思いますが、これはですね両当事者がそれぞれ作ってですね非常に膨大な量のページ数の署名になることが多いと、それも A3 版でということになっておりましてですね、これを逐一仲裁人に送付されると、まあ、非常に管理も大変だと、読むだけでも大変だということになるので、むやみに、まあ、仲裁人に写しを送る必要はないよということを規定するのが第10項です。以上のアイテムの中で特に諸省に直接関係するのは1番3番4番5番6番でして、その中でまあ6番というのは追ってまた別の講義で触れますので割愛してもう少しこれらについて深掘りをしていきたいと思います。プロシジュラルタイムテーブルについてお話をしたいと思います。プロシジュラルタイムテーブルでは主張書面の提出、諸省の提出、それからまあ審問ですね、ヒアリング等のスケジュールがまあ決まれるわけですけれども、審理予定表というのはまあこのように随時変更される可能性がありますが、基本的なスケジュールが審理手続きの序盤で決められるということになります。ということで国際仲裁というのはですね、まあ、一つの大きな特徴としてはやはり計画審理という特徴が挙げられるかと思います。でここでは審理予定表のモデルというのをパワポで紹介しております。これはまあモデルと言っているものでして、あくまでも一例に過ぎないんですけれども、で実際に事件によってはさまざまなパターンがありますけれども、一つの一例としてですねご紹介したいと思います。でまず一つご覧になるとですね、最初の行がですね申し立てのステートメントオブクレームから始まっています。でその前の手続きはないのかという疑問を持たれる方もいるかもしれませんけれども、これはですね仲裁申し立ての提出、答弁書の提出、仲裁人の選任ですね、仲裁人の成立といった、序盤の手続きというのはですねすでにこのタイムテーブルを作る作成する段階では終わっているということで、審理予定表は作成されるタイミングですね、通常はプロシジュアルカンファレンスを経た後ですから、そのタイミングでは、まず記載されるのが申し立て人のステートメントクレームということになるかと思います。で、タイムテーブルの一つずつ若干申し上げていくと、まず申し立て人側から第一準備書面とも言うべきステートメントオブクレーム、それから、これをその内容を立証するですね証拠、文書、事実証人の陳述書、専門家意見書等が提出されます。でこれに対してですね今度は、
非申立人側からですね、ステートメント・オブ・ディフェンスといわれる、まあ、いわば第一準備書面が提出されます。でその場合にもですね、書証を一緒に出すと、文書とか事実承認の陳述書とか鑑定人の意見書が一緒に出されます。なお迅速審理が要求されるですね、例えばファストトラックの事件、例えば JCA の消費者規則でも迅速仲裁手続きというのが定められていますけれども、まあ、こういう事件ではですね、ステートメント・オブ・クレームとステートメント・オブ・ディフェンスを、まあ、同時に出すと、で証拠も両当事者が同時に出すというようなことは ありますけれども、まあ、本件ではステートメント・クレームをまず申立人が出して、その後6週間後ですかね、ステートメント・オブ・ディフェンスを出すという手続きになっております。で、申立人も非申立人もこの提出期限に間に合うように主張書面それから書証を用意しなきゃいけません。で特にですね、事実承認の陳述書と専門会見書の作成にはですね、非常に時間を要することから早期の着手が必要かと思います。また仲裁言語と異なる言語での、書証というのは翻訳も用意する必要があります。でその後多くの仲裁ではですね、国際仲裁では、この10月23日以降ですけれども、文書提出ドキュメントプロダクションの手続きが始まります。でこの手続きは、国際仲裁としては一種の、まあ、デフォルトとしてですね、 IBA の、国際仲裁証拠取調べ規則に従うということになっておりまして、レッドファンスケジュールを作って、当社がそれを交換して仲裁艇がそれを見てですね、文書提出命令を出してそれに応じて当社が文書を提出するという手続きがあります。でこれについてはまた、別の回に譲りますけれども、審理予定表モデルでですね、10月の23日から11月の23日まで、そのドキュメントプロダクション手続きがに応じた事項が記載されています。で、そうしたですね、文書提出手続きによって一方当事者が他方当事者に文書を提出して、その文書が書証によっとして仲裁に提出する可能性があるということを前提として、その後に申立人が第二準備書面、これをリプライメモリアルと言いますけれども、これをそれを立証する書証とともに提出するというのが12月21日の期限になっています。これに対してですね、その4週間後ですけれども、非申立人側がリジョインダーメモリアル、非申立人側の第二準備書面というものを提出すると、でこれについても書証を一緒に提出するということになっております。で通常の事件ではですね、この、リプライメモリアルとその内容を立証する書証、それからリジョインダーメモリアル、それからこれの内容を立証する書証の提出で、当社は双方ですね、主張立証を尽くしたということになって、それ以降は、まあ、尋問に向けた手続きに入っていくということになります。で、尋問は、審問期日とヒアリングで行われるわけですけれども、まあ、審問前には、次のページですが、審問及びその準備で、利用されるいくつかの書面が提出されるので、そのことについても触れておきます。パワーポイントで言うと、2021年2月9日のところを見てください。このような書面の例として挙げましたが、Agreed Joined Chronological Index of All Documentary Evidence、当社双方が合意した時系列順の書証目録、それから Agreed List of Dramatis Personae、当社双方が合意した証人の経歴書、 Agreed List of Chronology of Events、 当社が合意した時系列順の事実経過、Agreed List of Issues to be Decided by Tribunal、 当社双方が合意した仲裁庭が判断すべき事項争点ですねのリストといった書面です。またパワーポイントには記載しておりませんけれども、証人尋問で通訳が入る場合には、用語の統一のために Agreed Glossary、 当事者双方が合意した翻訳用語集というようなものの作成が命じられる場合もあります。で仲裁庭は当社が提出するこれらの書面を読んでですね、審問、証人尋問
に臨むわけです。で、こうした書面の確認とかですね、実際の尋問の順番とかスケジュールを調整するために、審問前にはプレヒアリングプロシージャルカンファレンス、審問前の手続き会合というものが行われて、仲裁庭当事者双方がこれらの事項について話し合うということになります。で、審理予定表モデルの括弧2ですけれども、ここでは2月の5日ですかという審問開始の10日前に、このプレヒアリングプロシージャルカンファレンスが開かれることになっております。で、実際の審問ですけれども、審問についてはですね、多くの事件でいわゆる集中審理方式が採用されて、短い場合には1日、長い場合には2週間以上の間、朝から夕刻まで証人尋問が続くことになります。この審理予定表モデルでは5日月曜から金曜までの5日間という、期間になっています。いろんな長さのものがあると思いますけれども、私の経験を言いますと、一番非常に変わった場合であると、実際にオープニングステートメントを両当事者がやって、その後ですね、当事者が和解協議に入りまして、仲裁庭はずっとその審理の開始を待つという、で、結局その3日後に和解が成立したというようなこともありましたので、いろんなパターンがあるかなというふうに思います。で、ヒアリングが終わりますとですね、次にポストヒアリングサブミッションズと書いてありますけれども、これも事件によりますけれども、多くの場合はですね、いわゆる最終準備書面、ポストヒアリングブリーフというものを、当事者双方が提出するということになります。ポストヒアリングブリーフはですね、多くの場合、これまでの主張のまとめに加えて、いわゆる証拠弁論、尋問の結果を弁論で使うということになります。で、ポストヒアリングブリーフの提出期限についてもですね、その尋問の反訳書がいつできるかということが結構影響してきまして、今の特に英語で行われる国際仲裁はですね、反訳書というかトランスクリプトはもう当日の夕方にはできていることが多いと思います。その場合には証拠弁論も即時に開始できるかなというふうに思います。他方で反訳書トランスクリプトの作成に時間がかかる場合には、ポストヒアリングブリーフの提出も少し提出期限としては遅れざるを得ないということかと思います。ですから、トランスクリプトのですね、ロジスティックスについても、これ最終的にはですね、仲裁庭、当事者が確認した上で仲裁庭が最終的に内容を決定することになりますけれども、こういうトランスクリプトのロジについても事前に仲裁庭と当事者で確認していくことが普通かと思います。その他、ポストヒアリングサブミッションとしてですね、仲裁手続きの費用の負担を定めるために、それに関連する書面とか資料も提出されます。以上が、プロシージャルタイムテーブルをアイテムごとに少し紹介しましたけれども、仲裁判断までの期間についてどれくらいかかるかということについては、興味がある方も多いと思うんですが、例えばですね、 JCA の庄司仲裁規則によりますと、仲裁庭はその成立から9ヶ月以内に仲裁判断を下すように努めなければならないというふうにされています。で、この審理予定表モデルに沿って審理手続きをしていくとですね、果たして仲裁庭の成立から9ヶ月以内に仲裁判断ができるかという疑問を持たれるかもしれませんけれども、これはこのモデルはですね、かなりタイトなスケジュールで記載されておりまして、例えば2020年8月に仲裁庭が控訴されたといたしますと、4月2021年の4月に仲裁判断が出るかということになりますが、ギリギリ判断が下せるんじゃないかなというふうに思います。しかし、現実のですね、通常の JCA の仲裁事件ではこれほど早期にですね、審理手続きが進むことは稀なのかなというふうにも思います。したがって、その9ヶ月以内に仲裁判断を下すように努力するという努力義務の規定になっています。なお、ちなみにですね、JCA の迅速仲裁手続きであれば、仲裁庭成立から3ヶ月内に仲裁判断をするように努めると。それから、新しくできたインタラクティブ仲裁ですとですね、仲裁庭の成立から 7.5 ヶ月以内というふうにされています。続いて、第4項として、諸書の提出についてお話をいたします。諸書提出の方法とかですね、形式については、仲裁庭によりいろいろですけれども、
国際仲裁では電子メールにファイルを添付したりですね、インターネットによるファイル転送サービス、送信サービスですか、これを利用したりして電子データを仲裁人それぞれ、それから相手方ですね、相手方当事者、仲裁機関に提出して、さらにまあハードコピーを変哲したバンドルを全員に送付すると、郵送するというのが通常の取り扱いかと思います。でバンドルというのはドキュメントバンドルであって、まあ、通常は英語版のリングファイルを作成するということになっていて、まあ、全ての提出面についてナンバリングするように指示される場合もあります。でそのバンドルにはですね、訴訟であれば、まあ、証拠番号として、クレーマント申し立て人側では C の1番、リスポンデント非申し立て人側であれば R の1番というような番号で通し番号をつけると。それからリーガルエビデンスについては CL1番、 RL1番というふうに番号をつけていくというのが通常かと思います。さらには作成年月日とかですね、簡単な文書の内容の記述というものが要求される場合もあります。それとは別に正式の証拠説明書というのが提出させられる場合もあります。で、主張書面をですね、諸書を引用する場合には主張書面にハイパーリンクをつけて諸書をすぐモニターに出せるというような工夫が普通に行われていて、大量の諸書が提出される場合には非常に便利です。最近の多くの事件ではこのようなハイパーリンクについてもプロシジュアルオーダーに規定されていることがあります。で、審問においてはですね、仲裁庭から当事者に対して尋問で使用する諸書を、まあ、時系列順または尋問で使用する順に、綴ったヒアリングバンドルというものの作成が指示される場合があります。で、指示がなくてもですね、仲裁庭の指示がなくても審問用に当事者が自発的に作成して提出する場合も多いかと思います。それではですね、これまで私が遭遇してきた諸書の提出に関する若干の問題をいくつかご紹介したいと思います。一つはですね、申し立て人がリプライメモリアルを提出して、非申し立て人がリジョインダーメモリアルを提出したと。で、それに伴って諸書も提出されるわけですけれども、その後は当社は諸書を提出できないのか、とりわけですね、審問中に諸書が提出できないのかということがしばしば問題になります。この点についてはですね、プロシジュアルオーダーにおいてそれが禁止されていれば、仲裁庭がそのルールを覆さない限りはできないということになりますけれども、特に禁止されていなければ、時期に応じて仲裁庭が判断するということになるかと思います。仲裁庭としてはですね、適時停止主義と、先ほど説明した適時停止主義というものを前提として、手続き的な正義と、真実の追求という2つの利益を考慮して、適宜判断していくということになろうかと思います。例えばですね、プロシジュアルオーダーにおいてしばしば審問においては原則としてデモンストレーティブエビデンス以外の新たな文書は提出できないというような規定がされることがあります。ここでいうデモンストレーティブエビデンスというのはですね、厳密な法律用語ではないと思いますが、すでに提出した証拠に含まれている情報とかですね、これらを審問期日のオープニングステートメントか証人尋問で利用するために作成された資料、パワーポイントや表やグラフというものだと思いますが、これを言います。で、このようなプロシジュアルオーダーがありますとですね、審問ではデモンストレーティブエビデンス以外のものについては原則提出できないということになります。それでは証人の信用性を弾劾するための証拠、いわゆる弾劾証拠、インピーチメントエビデンスの提出はどうでしょうか。これは仲裁庭によって結論が異なるところかと思います。実際審問においてはですね、当社代理人はいきなり証人にその新たな証拠というのを示すのではなくて、まずはこの証拠を示したいと言って仲裁庭に許可をもらうことになるなりますけれども、仲裁庭としてはそれをその場で一別して取り扱う考えることになります。で、この点についてはですね、弾劾証拠であれば尋問中の提出を認めてもいいという考え方もあるでしょうし、弾劾証拠であっても、一律に提出はいかんと、許されないという考え方もあるでしょうし、提出は認めるけれども
事前にですね、例えば審問が始まる前とか、それから当該証人尋問の前とかですね、駐在艇及び相手方者に提出をですねすることを義務付けるという考え方など、駐在艇によって取り扱いはいろいろかと思います。もちろん当事者が合意をすればですね、よろしいんですけれども、そうならない場合が多いでしょうから、駐在艇も悩むわけです。ただ経験上ですね、弾劾証拠といつも実際には事実立証に影響するような実質的な証拠である場合もありますし、また公文書ならともかくですね、私文書についてはその作成の申請についても争えないのではないかという問題もありますので、仲裁としては非常に慎重なですね対応が必要かと思います。でやはりこの時に疑義とか紛争を避けるためにはですね、弾劾証拠の取り扱いについても事前にプロシージャルオーダーに規定しておくとか、プレフェリングプロシージャルカンファレンスにおいて合意しておくとかいう準備をしていくのが良いと思います。また当事者がですね、尋問の結果新たな立証が必要などとして、尋問後にですね新たな事実証拠を提出する場合もあります。でこのような事態になるとですね、当事者間でその財布をめぐって紛糾することは必至です。多くの場合ですね、このような段階であえて諸書を出すというからには、その諸書は重要な諸書と推測されますけれども、ひとたびその提出を認めるとその諸書に関してですね、証人尋問を新たにしなければならないとか、主張書面で補充したり、反論書面で反論したいというような要求も出てくることが考えられます。この点についてもですね、そのような事態を事前に回避しておくというためにも、プロシージャルオーダーですね、諸書提出のタイミング、期限に関する定めを設けて、それに反する証拠提出については仲裁としてですね、毅然とした対応をするということも必要かと思います。最後に、弁護士報酬や仲裁に要した費用に関する署名資料の提出について一言述べておきます。これらはですね、事件の争点に関する立証ではないので、事実立証ではないのでですね、厳密には諸証に当たらないと考えますけれども、この提出時期というのは当然ながら審問後、特にポストヒアリングブリーフが作成されればその後ということになります。例えばですね、 JCA の商事仲裁規則では、仲裁人報奨金、仲裁人経費、 JCA の管理料金、その他仲裁手続きのための合理的費用に加えて、弁護士その他専門家の報酬経費であって、仲裁手が合理的な範囲内であるものを認めるものを合わせて、これらを仲裁手続きの費用として仲裁定が仲裁判断で、当社の負担割を定めるということとされています。でこのような弁護士報酬等のですね、費用を当社が請求するためには、その署名資料、例えば、弁護士報酬や専門家承認の報酬の請求書とか、その支払いの証書ですね、こういうものを保管して仲裁定に提出できるようにしておく必要があります。それでは5番目のトランスレーションに参ります。仲裁手続きで用いる言語、先ほど申した通り仲裁言語と言っていますけれども、これについては当社の合意があればその言語、それがなければですね、仲裁定が定めることになります。多くの事件では仲裁合意の中で仲裁言語を英語と定める場合が多いですけれども、日本を仲裁地とする仲裁では、仲裁言語を日本語とする場合もあります。で実務的にはですね、当社がいずれも日本法人であるとかですね、その日本法人の海外の関係会社であるという場合、それから仲裁人でありもですね、日本人であるという場合には、合意された仲裁言語に関わらず新たな合意をして日本語を仲裁言語とする場合もあるかと思います。また仲裁でによってですね、仲裁言語が英語であっても準備会合とか審問期日でのコートでのコミュニケーションについては日本語で行うことを認めるというような、いわゆるハイブリッドアプローチを採用する場合もあります。こういうこともプロシジルオーダーで定められるわけです。翻訳の用費もですね、基本的には仲裁言語の定めに準じることになりまして、仲裁言語以外の言語を用いた書証については翻訳文が必要とされる場合が多いです。 JCA の商事仲裁規則を見ますと、証拠書類については仲裁艇は当事者に対し
翻訳文を添付することを求めることができるとされています。できるとされているのはですね、この趣旨は例えば仲裁言語は日本語である場合で、提出する訴訟が英語である場合はですね、多くの場合仲裁人もまた代理人当事者も英語を読むことができるので、そのような場合には翻訳文和訳文をですね求めることはしないと、求めなくてもよい、求めてもよいという趣旨です。でこれもですねプロシージャルオーダーに定められていることが多いと思います。で当事者が提出した翻訳文については、相手方当事者はその正確性について異議を述べて自ら正確な翻訳文を提出することができるとされるのが通常です。なお翻訳の費用についての定めも様々ですけれども、典型的な例としては、翻訳を要する訴訟を提出した側の当事者が一義的にまず、翻訳費用を負担することとして、相手方当事者がそれに異議を出して自らの翻訳文を提出する場合には、相手方当事者がそれを翻訳費用を負担すると。で最終的にはですね、仲裁人が、仲裁判断においてその負担について仲裁判断の一環として判断するというのが典型的な例かと思います。次に6番の、事実承認の陳述書と専門会見書ということについて、これは第2回の講義でも触れますので、プロシージャルオーダーに関連する限りで簡単に触れておきます。これらの書面のですね、提出のタイミングについては、すでに述べた通り、審理予定表プロシージャルタイムテーブルに基づきます。通常はですね、当事者の主張書面と一緒に提出されると。で主張書面においては、事実承認の陳述書や専門会見書の引用部分ですね、これを記載すると。関連箇所を引用することがプロシージャルオーダーで定めることが多いです。またハイパーリンクもつけておくと便利です。で陳述書意見書のですね、作成者が、これは事実承認とか専門家承認ですけれども、仲裁言語に精通していない場合には、母国語でですね、陳述書意見書を作成し、それに翻訳文を添付することになります。実務的にはですね、仲裁人がの母国が英語である場合には、仲裁言語は英語であって事実承認専門家承認の母国が日本語であるという場合であっても、事実承認とか専門家がですね、英語の読み書きができるんだってのであれば、陳述書専門家意見書も英語で書くということがしばしば行われます。その方が仲裁人によりよく理解してもらえるからだと思います。ただし、その事実承認とか専門家承認が英語で聞き取りをするとかですね、英語で話すということがあまり得意でない場合には、陳述書において英語の読み書きはできるけれども、できるので英語で陳述書を書くけれども、尋問は日本語で行わせてほしいという旨の記載をして、尋問には通訳を入れて尋問するという事例が多く見受けられます。陳述書意見書を提出した証人とか専門家証人、事実証人専門家証人については、原則として審問記述において反対尋問の対象になります。他方で、諸尋問についてはですね、多くの場合プロシージャルオーダーにおいてエビデンスインチーフとして取り扱われることが定められることが多いです。すなわち、今の日本の民訴訟では主流ではありませんけれども、陳述書とか専門家意見書というのは、いわゆる諸尋問に代わる陳述書として機能し、実際の審問における証人尋問では基本的には、諸尋問としてはですね、当該陳述書は私が作成し私が署名しましたと、旨を当証人が述べると。それから、仮に陳述とか意見書に訂正すべき点があればですね、これをこうこういうふうに訂正しますということを述べるというだけで、諸尋問を終了するというのが通常かと思います。実際諸尋問の時間についてもですね、5分とか10分とかいう制限が置かれることというのは結構あります。このように多くの国際仲裁についておいてはですね、尋問というのは反対尋問の場であると言ってよいと思います。これを諸尋問を行う当事者から見ますとですね、立証すべき事項が陳述書専門家意見書にすべて記載される必要があるということかと思います。次に、仲裁手続きへの仲裁地の国内手続き法の適用可能性というテーマでお話をします。
当社によってはですね、仲裁手続きに仲裁地の国内手続き法、まあ、これは具体的には仲裁地が日本の場合ですけれども、日本の民事訴訟法とか日本の民事訴訟規則が適用されるべきであると、または準用されるべきであるということを主張される場合があります。例えば、まあ、これは訴訟から少し離れますけれども、証人が民訴法197条の証言拒絶権というものを理由に証言の拒絶を申し出たことがありました。また文書提出手続きについてもですね、IBA ルール IBA の国際仲裁証拠調べ、規則ではなくてですね、日本の民訴法の文書提出申し立て手続き、221条等にありますけれども民訴法ですね、この規律によるべきであるという主張がされることもありました。しかし実態法についてですね、当社がその準拠法をある国の法律と定めている場合とは異なっていて、仲裁の手続きについては仲裁法また仲裁機関の仲裁規則があればそれに従うと、そうでなければ仲裁庭の裁量によると解釈されています。したがって民訴法197条とか221条、この趣旨がですね、仲裁庭のプロシジュールオーダーに盛り込まれるとかですね、仲裁庭が民訴法の趣旨を参照して手続きを進めるということ自体は、まあ、日本を仲裁地とする仲裁においてあるかもしれませんけれども、少なくとも民訴法とか民訴規則をですね、仲裁庭がそのまま適用しなければいけないということはございません。仲裁における手続きが、日本の手続き的公序に反するような場合、まあ、公序良俗に反するような場合はともかくとしてですね、まあ、そういう場合にはですね、仲裁判断が後に日本の裁判所で取り消されたり、まあ、執行が許されないということはまあ、あり得るわけですけれども、まあ、そういうことがない限りですね、一般的に国際仲裁の審理手続きに民訴法とかですね、民訴規則が適用されるということはありません。したがって仲裁人が日本人の場合は、日本の民事訴訟法に、まあ、事実上手続きが影響されるというようなことはあるかもしれませんけれども、仲裁庭がですね、民訴法を適用しなければならないというようなことはありません。最後に8として、まあ、少し法律論からそれるかもしれませんけれども、訴訟の取り扱いに対する、まあ、大陸法系のシビルローヤーと英米法系のコモンローヤーの違いについて、まあ、私の印象を述べてみたいと思います。一般論としてですね、しばしば、まあ、コモンローをベースとする仲裁人や当初代理人は、まあ、ドキュメントプロダクション文書提出手続きに、まあ、寛容である、親和的である。他方でシビルローをベースとする仲裁人や当初代理人は、文書提出要求に抑制的であるということが言われます。またコモンローをベースとする仲裁人や当初代理人は諸省よりも口頭の尋問を重視し、他方でシビルローヤは口頭の尋問よりも諸省を重視するというような言葉も耳にするところです。これをパワーポイントではリアリティオアミス、ミスというのは神話というか都市伝説というものかもしれませんけれども、表現をしたわけですけれども、私の個人的な実感としては、一般論としてはですね、確かにそのような傾向はあるように思われますけれども、具体的な国際仲裁の審理手続きにおいてそのような違いが影響するか否かという点については、必ずしも影響しないんではないかというふうに思っています。例えば、ドキュメントプロダクション文書提出手続き一つをとってもですね、仲裁人がシビルローヤーか、コモンローヤーかにかかわらず、多くの事件で、何度も申し上げていますけれども、 IBA の国際仲裁証拠調べの規則の手続きがいわゆるデフォルトとしてですね、参照されています。その意味でシビルローヤーか仲裁人がですね、シビルローヤーかコモンローヤーかということで大きな違いは生まれにくくなっているように思います。ただ実務上ですね、国際仲裁証拠調べ規則 IBA のですね、これにおけるドキュメントプロダクションの要件である、まあ、事件とのレレバンス、関連性ですね、それから結果に対するマテリアリティ重要性、この2つの要件、この解釈と具体的な当てはめについては、確かにコモンローヤーの方が範囲が広いかなというバクとした印象はございます。ただこれも印象程度であって、実際にシビルローヤーかコモンローヤーかという要素よりも、
文書提出を要求する当社が仲裁庭に対してですね、文書提出要求を認めるだけの、まあ、説得性のある理由を提出することができるかという方が重要かなと、はるかに重要かなというふうに思っています。第2の問題の訴訟と尋問のいずれを重視するかという点についてもですね、そもそも最近の国際仲裁というのはその両方がですね、いずれも肥大化していてですね、シビルローヤーかコモンローヤーかに関わりなく大量の訴訟と、まあ、多人数のですね、証人、専門家証人からの陳述書、意見書が提出され、多人数の証人、尋問が行われるという傾向があります。ただ、まあ、尋問の採用する人数とかですね、尋問時間についてはですね、コモンローベースの仲裁人は反対尋問の申請がされた証人について、その人数とかですね、尋問時間を制限するというマインドセットは、まあ、あまりないかなと一般的には感じます。これに対してシビルローヤー、シビルローベースの仲裁人は証人の人数とか、尋問の時間の制限については、多少親和的な面があるかもしれません。ただこれは、まあ、一般論ではなくて私の個人的な印象です。ベースになる法文化というものが、まあ、仲裁人に影響するということは、まあ、否めないということはありますけれども、ただその違いというのもですね、絶対的なものではないと、というふうに感じています。以上、駆け足で国際仲裁における訴訟の総論1というテーマで解説してまいりました。ご質問や、コメントがありましたら、パワーポイントの最初のページに、私のメールアドレスが記載されておりますので、そちらまでご連絡いただければ、まあ、できる限りで対応させていただきます。本講義にアクセスいただき、またご清聴大変ありがとうございました。